皆さんこんにちは、東方ハウス横浜の渡辺です。今日はすごい広いリビングの邸宅をご紹介いたします。こちらの物件が江南区日野南5丁目にございまして、アクセスとしては京浜東北線江南台駅から徒歩18分、バスで12分の利用も可能となっております。高速道路も近くにございまして、幹線道路も近くにございますので、車でアクセスいただくとすごく使い勝手がいいかなと思います。敷地内電動シャッターを抜けると駐車場が最大車6台入る、すっごい広いスペースとなっております。プラスでお庭もございまして、車止めていただいてもいいですし、お庭として使っていただいてもいいかなと思います。玄関入っていただいて一番最初に目につくのが大きい吹き抜けのあるシャンデリアですね。その吹き抜けについてるシャンデリアがすごく大きくて綺麗でキラキラしているので、このお家にすごく合っているシャンデリアかなって思ってます。こちらの物件がリビングだけで40畳ございまして、LDK にすると54畳ございます。 7LDK プラス多機能のファミリールームとなっております。40畳のリビングから竹林が見えてまして、風情があるというか、なかなか普通のお家では見かけない眺望なので気持ちがいいかなと思います。螺旋階段上がっていただいて大きなホールがございまして、ホールだけで約10畳ございます。そのホールから4部屋つながっている形になっているので、ご家族それぞれがホールを通ってお部屋に入っていくっていう形になるので、こう朝起きて行く時にホールに出た時にあみたいな感じで目が合うかもしれないです。一番上のルーフバルコニーに上がっていくと360度の景色を楽しんでいただけて、青い空がすごく広く見える環境となってます。地下の和室が約10畳ございまして、板の間だったり縁側だったりがございます。あと和室もちょっとおしゃれな畳になっておりますので、昔のような感じの作りというよりもちょっと今風な感じの作りとなっております。でそこから隣に浴室がございまして、結構おしゃれな作りで僕的には好きなポイントなんですけども、浴室からも竹林が見えてちょっと露天風呂に来たような、そんな雰囲気を感じていただけるかなと思います。僕が最初にここのお家に来た時は高級旅館に来たような雰囲気を感じましたので、普通のお家で満足できない方はこういったお家に来ると、こう図面だけじゃわからないこう環境だったり雰囲気だったりっていうのを感じていただけると思います。ぜひこちらの物件、私渡辺にお問い合わせください。お待ちしております。よろしくお願いします。